はい、どうもフレブルブリーダーチャンネルです、エンビーさん盛っております。発情期ですね。娘のグリードに、毎日腰を振っております。先日ね、交配を終えまして、妊娠しましたかね、どうですかねっていう感じですね。あ、こっち気づきましたね。ね、一日中こうやって ねグリードに腰振ってるんですけども、まだちょっとねお腹膨らんだりはしてこないのでね、もうちょっとしたら妊娠したかどうか分かるかなっていうところです。でね、皆さん今後のねエンビーの様子とかも出産までねずっと追いますので、チャンネル登録していただいて見守っていただければ幸いですね。え、無事妊娠してればいいですけどね、まあしてなくてもねまた次があるんでいいんですけど。でね、今日はですね、よくある質問第1位、フード何がおすすめですかということでね、おすすめのフードと、フード選びのコツというものをですね皆さんに、動画でお伝えしたいと思っておりますが、まずですね、最初に、結論から申し上げますと、モグワンというやつがね僕はおすすめですね。まあ頭一つ抜けてるかなっていう印象ですね。モグワンってやつですね。気になる方は調べてみてください。でね、正直申し上げますと、フードはですね、どれを選んでも変わんないですね。どれを選ぶか、どのフードがいいかということよりも、どれが自分家のワンちゃんに合うかということがとても大事ですね。皆さんね、ペットショップとかでペットフード、ドッグフードか売ってるのね、見たことあると思いますけども、ペットショップで売ってるフードっていうのは人間で例えますと、なんだろう、高級お寿司屋さんだと思ってください、ペットショップは。なので、高級お寿司屋さん行って賞味期限切れの腐ったお寿司とか出てこないですよね。ペットショップに置いてあるものであればある程度水準の高いものが多いです。大型、ショッピングモールとかに入ってあるペットショップとか、どのペットショップでも一緒なんですけども、基本的に、粗悪で危ないものは売ってないので、どれ食べても同じっていうのが僕の見解ですね。銀座の高級お寿司屋さん行って、ね、どのお寿司一番美味しいですかっていう質問ってちょっと愚問じゃないですか、ね、好みによると思うんですよ、ね。でどのお寿司食べたって美味しいですよ。どれも悪いものじゃない、あとは好みの範囲かなって思います。で、自分のワンちゃんの好みって何っていう話なんですけどね、そんなこと言われても選べないから聞いてんじゃんっていう感じだと思うんですけども、いろいろ試すのが一番いいんですよ、ね。大将おすすめって言って出してもらったって、ね、それが一番自分が好きかは分かんないじゃないですか。いろいろ食べてみて、あ、これが一番好きだなっていうのがあるじゃないですか。で、犬も同じで、好みはあります、ね。飼ってる人なら分かると思うんですけど、食いつきいいなってやつと、これが全然食わねえなってやつあると思うんですよね。で、2、3ヶ月ぐらい同じの食べさせてみて、で、ケツヤ良くなったなとかね、あれちょっと黒光りしてるな前よりとか、体格ちょっと筋肉良くなったんじゃないってね、筋肉のつき方ちょっと変わったなとか、あと涙やけ減ったなとかね、で、下痢しなくなったね、そういえばとか、いろいろあると思うんですよ。その逆もまたしっかりね、なんか毛ガサガサしてんなとか、涙やけ増えたなとか、下痢なんか増えたねとかね、あると思うんですよ。それって合わない、合うっていうのがあるので、いろいろ試してみるしかないと思います。 2,3 ヶ月試してみてどんな風に変化するかなっていうのを見てみればいいと思いますね。一番美味しいお寿司くださいって言ってもね、おすすめのマグロ出てきても、僕はエビが一番好きですけど、ね、エビ食べないのに分かんないじゃないですか。自分でいろいろ試すことっていうのがすごく大事ですよ。で、アレルギーとか出たらどうするのっていう話なんですけども、フードで出るアレルギーって、ドッグフードですよ、ね、ドッグフードで出るアレルギーってそんなに、緊急性のあるアレルギー出ないんですよ、基本的には。ね、ちょっと涙やきひどくなったなとか、毛が抜け始めたなとか、そのぐらいの本当にちょっと小さいねアレルギーが出ます。一口食べて発作が起きて死んじゃうなんてことはまずドッグフードではそうそうないので、そこまで気にしなくて、アレルギーは怖がんないでいろいろ試してみていいのかなっていうふうに思います。
ね、ドッグフード、まあ、例えばペットショップに10個売ってるとしたら、ね、2ヶ月で1個、2、3ヶ月で1個試したら1、2年でね、全部試せますから、ね、成犬になってからでもいいですし、いろんなフード試してみて、で一番いいのを見つければいいと思います。で途中でね、いろいろ試してる間にいいの見つかればわざわざ他の、ね、探す必要ないし、もう涙やけもないし、毛も良くなったし、体調もすごいし、下痢も全然しなくなったっていうようであれば、もうそのフードね、ずっと試し続け、食べさせ続ければいいので、ね、いいのに出会うまでやり続ければいいと思うんですよね。ネットとかでドッグフードおすすめとかで検索するとやっぱランキング出てきますけども、その一番上の、ね、第1位になってるやつが一番その子に合うとは限らないんですよ、ね、人間も同じですよね。健康的な食事何ってググってスムージーとか出てきても、スムージー毎朝食べてても別に健康になるかっていうとそうでもないし、スムージー毎日一回も飲んだことない人でもすごい健康な人いっぱいいるじゃないですか。そういうことだと思うんですよね。その人に合うのとかが必ずあるんで、それを見つける労力をね、飼い主さんが怠ってはいけないと思います。で逆に、このフードは食べちゃダメだよっていうフード、まあこれはあれですよ、一概には言えませんけども、僕的にはペットショップで置いてあるものは何でも大丈夫多分だけど、ネットでドッグフード探してるとものすごい安いのあるんですよ。たまにペットショップで例えば5000円ぐらいで、売ってたのが他のドッグフードで、何これ1000円なんだけどみたいな、ペットショップのあれ5000円だったのにネットでこれ1000円だから安いから良くないみたいなやつがあるんですけども、なんかねちょっとそういうのはやっぱり粗悪なものが多いような印象ですね。で、まあ、パピーミルっていうね、乱繁殖させてあんまり犬のことね面倒見ないブリーダーさんとかはそういうフードを大量に買ったりとかしてる印象ですけども、まあ、一般の方でもね買えるものありますけども、ネットでね、でそれあんまりちょっと安すぎても良くないんじゃないっていうふうに思いますね。何入ってんのそれっていう感じの結構ドッグフードネットで見るとありますね。でパッケージ見ると中国とか書いてあって、ちょっと怖いなこれっていう感じのね印象のフードも結構たくさんあるので、一番いいのは、お店でさっき言った通りいいのをいろいろ試してみて合うのを見つけて、それをネットで安く買うっていうのが一番効率がいいのかなっていうふうに僕は思います。まあ、体作るのはね食べ物なので、まあ、やっぱり運動と食べ物かなり大事だなというふうに思いますね。で、まあね、寿命とかもね、まあ、全部フードで決まるわけじゃないですけども、食べ物によってねやっぱり前後もするでしょうし、飼い主さんねかなりやっぱり悩むポイントだと思うんですよね。で、まあ、強いてあげるなら、強いてどのフードが一番ってあげるとするならば、僕はモグワンってやつですね。でモグワンはですねペットショップに売ってないんですよね。ね、言ってること違うじゃん、矛盾してるじゃんってね、ペットショップでいいの選んでって言ってたじゃんって言うと思うんですけど、モグワンだけはネットでしか売ってないんです。でどなたでも買えるんで見てみてください。で値段が結構高いんですよね。普通のドッグフードよりも二回りぐらいちょっと価格帯上なのかなっていう感じなんですけども、まあ、ちょっと頭一つ抜けていいフードだなっていうふうに僕は思います、ね、ネットでしか買えないんですけど、モグワンってやつはおすすめですよ。まあ変わるね、高いって言ったってまあ月何千円かでしょうし、そんなお金気にしないよっていう人は、モグワンいいかなって僕は思いますけど、でですね、今日は、また別の話もしたいんですけども、皆さん呼び戻しできますか？ワンちゃん名前呼んだら走ってきてくれますか？ちゃんとラストおいでね、今ラストおいでってね呼びましたけど、来ましたねちゃんと、ね、これ成功した時だけ撮ってるんじゃないですよ。前ちゃんと毎回呼んだら来ますよ。でうちはね呼べば全員来ます。行きますよ、 NBI でね、ちょっととぼとぼ歩いてきてるのはね許してくださいね。でうちは全員呼べば帰ってきます。これ結構マスターさせたくないですね皆さんね、結構呼んでこっちちゃんと来てくれるかっていうのね便利っていうかなね、便利ですよね。ハウスする時でもどんな時でもね、おいでって言ってパッと来てくれると結構ね、来てくんないとめんどくさいこと多いじゃないですか、もうみたいなね。おいでグラタニー、おいでグラタニ、こっちへ、でよいしょ、
ねえ、お利口でしょねえ、これどうやって覚えさせるかっていうと、めちゃめちゃ簡単で、名前覚えさせるのは呼んでれば覚えてくれるんで、で名前覚えてもらったら、名前呼んだらたまに来るじゃないですか。10回中1回とか20回中1回でも、たまにこうこっち名前呼んだらトコ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 って来る時ありますよね。来た時にめちゃめちゃ褒めてあげると、覚えるようになります。ね、呼ばれた時行くとめっちゃ遊んでもらえるとかね、飼い主さん行ったらめっちゃ嬉しそうにするやんとかね、思ってもらえたらもうこっちの勝ちです。でやっちゃいけないのが、おいでって言っておやつちらつかせるやつ、あれ呼ばれてきてるんじゃなくて、おやつ欲しくて走ってきてるだけなんで、そうするとおやつない時にやらなくなっちゃうんですよね、こっちチラって見ておやつ持ってない時来ないみたいな呼んでもねってなると、全然話ただおやつ食べてに来てるだけなんで、そうじゃなくてちゃんと呼んだら来るで、犬は呼ばれたら飼い主さんとこ行ったら飼い主さんめっちゃ喜んでくれるし、めっちゃ遊んでもらえる、だから行くっていう風にできると、結構いろんなシーンでね便利ですよね。ね、1ヶ月もね頑張って毎日やればね、どんな犬でもねすぐできるようになるはずです。皆さんもね試してみてくださいね。見てください、この可愛いペコさんをね、自分で勝手にハンモック乗って自分で勝手に揺れてるんですよ。これすっごい可愛いですよねっていう感じでね、今日はフードの話をさせていただきました。ためになったなと思った方は、チャンネル登録していただいて、うちのワンちゃんたちとお友達になってください。では今日はこの辺で。